今日、自転車で淡路島を一周する淡路島ロングライドが開催され、参加者が日の出とともにスタートを切りました。スタート地点の国営明石海峡公園には全国からおよそ2300人のサイクリング愛好家が集まり、午前5時45分スタートの合図とともに一斉にペダルを漕ぎ出します。ありがとうございます。めっちゃ撮られてる。どこ来たん？京都。泊まりで。この自転車で淡路島一周およそ150キロを走る淡路島ロングライドは、淡市と呼ばれる関西屈指の人気のコースで、海岸の絶景や山道を楽しむことができます。途中4カ所に設けられたエイドステーションでは、クイーン淡路が参加者に地元の食材を使った豚汁などを配っていました。私自転車乗れないんで、めちゃめちゃかっこいいなって思います。10回目の参加です。はい、うまいっす、豚汁うまいっす。クイーン淡路綺麗だし最高やね。地元の方とかが声援を送ってくださって、すごい元気をもらいました。淡路島ロングライドはフィニッシュ時間が午後4時40分と定められていますが、タイムを競う競技ではなく、参加者は景色を楽しみながらゴールを目指します。